せーの、パパのピースです。はい、今日はですね、マクドからね、ベーコンポテトパイが限定で出ましたので、はい、今日はベーコンポテトパイを食べていきたいと思います。お願いします。なんか昔からずっとある商品やねんけど、うん、期間限定みたいな感じで出るから、うん、大好きこれ。お電話して、ありがとう大地、ありがとう太陽、命をありがとう、いただきます。多分な、めちゃくちゃボロボロするからこの上に引いて食べてな。うん、人の家やからやめてな、無法地帯は。お願いします。無法地帯死ぬ、うん、そんなパリパリな。そう、じゃあいただきますね。いきます。めっちゃ音いいね、バカうまい。なにこれ、グラタンやん。こんな感じ、こんな感じ。めっちゃ美味しい。なんかデブって、うん、偏見かもしれんけど、うん、揚げ物めっちゃ好きやん、うん、例えばロールパンみたいに何回も噛まないといけないものってあんま好きじゃないよね。揚げ物って噛んだらすぐなくなるやん か、 なんかサクサク感が初めにあって、サクジューっていってちっちゃくなるというかさ、うん、だからデブの人って、ごめんなさい、人って人もし違うんやったら申し訳ないけど好きやと思う。なんで？で、この最後のここの部分を一口で食べるのが好きやね。めっちゃいい音。多分これ見た人ほんまに食べたくなると思う。うん、わかるね。2個目いただきまーす。早っ。なんか塾の帰りにマジでなんか宿題多いやん、どうしよう、塾行きたくねみたいな。うんうんうん。で、ちょっと寒いね、肌寒い中、うんうんうん、これ食べながら帰るのよ。めっちゃいい。ねえ、もう一回練習言わないかい。ねえ、ね、2個目くね。うん、うん、はい。ごめんね、学校の帰り道といえば、うん、チェリオ。もう一回。じゃあチェリオといえば、行くよ。え、覚えてない、チェリオ。日本のサイダー。あ、日本のサイダー。あれ、あれさん飲まれへんねん。あ、そっか、嫌いか。だから、あの、3つの果実みたいな、あの人工香味料使った味、そう、っていう、あの、紅茶があるねん。そう、あれめっちゃ好きやった。日本のサイダーでも、うわーって言ってくれたもん。まだまだ、あんたは同世代だ。同世代っていうかね、家の近くにチェリオ。あ、いいよいいよ、申し訳ない、申し訳ない、本当に。いいよ、俺もついてあげるから。うん、いいよ、まだいっぱいあるから。ほん、誰に疲れてもさ、味変わらない。変わるんよ、それが。このままこぼしていい？来いや。お前さ、ほうきやんか、もう。ほんと、そういうところほんと大好き。こぼれていいやんだから。あのさ、落とした。3個目でーす。早いよね、これ。ペロリといっちゃうよって。せーの、何のかけ声。まあ、せーの。ポタージュって感じ。なんかポタージュってか、なんかスープ。あの、もう一つの方、ポタージュじゃない方、ミネストローネじゃなくてサウジアラビアじゃない、なんかあれ。サウジアラビアおかしいよね。うん、あたりあたりあたりが入ったやつ。ああ、あれ、あの、待って、名前もう今ので思い出さへんくなったんや。だから、なんで俺のせいみたいなよ。なんだったっけ、出てて。私いつも飲んでんだ、あれ。ポタージュの兄弟やん。なんだったっけ、チャイクラムクラウダー。クラムチャウダー。クラムチャウダー。そうや、そうや。クラムチャウダーじゃない、クラムチャウダー。食べるクラムチャウダーって感じ。あ、確かに確かに。でもクラムチャウダーのもっと洋風って感じ。なんか洋風、クラムチャウダーも洋風か。あのさ、クラムチャウダーのもっと家庭の味にした感じ。クラムチャウダーのもっとじゃがいもゴロゴロしたやつっていう感じじゃない。うん、私は早く夏になれようと思ってる。なんでやな、汗かく出頭して死ぬし、イライラする。僕かわいい。うーん、夏の方が。寝冬の方がかわいいやん、冷やせできるし、いっぱいいろんなコートがあるし、かわいい。いや、じゃないな、思ったよ。コートピンでいいなら着たくないもん。薄着やだ。薄着がいい。ラ族とかでもいい、なんかもう日本全体。なんか股間みたいだけやんか、人の。ちょっと待って、ほんまに最低だ、あんた。そうじゃなくて、服って面倒ない。服ってめんどくさいね、お前さ、うん、ガブガブのプロデューサーやんか。やめな、ほんま。じゃ、やねんけど、ちょ、分かって、服は根本好きなの、おしゃれするのは。分かんで。でも、この世の全員が服着んでいいって言うんやったら全然着たくない。邪魔。なんか、ここから見たいだけやんか、人間。だからさ、そういうさ、解釈やめて。でも最近ちょっとコメント欄で、人事下ネタってやばいって言われてるからさ、ちょっと下ネタ抑えなきゃって、今日朝反省したばっかりやねん。ケミオタンとハン、うん、声もしん、うん、コメント欄ちょいちょいさ、やばかったね。次は田中ちゃんとケミオさんのコラボが見たいですって。嘘？うん、いいか。バイバーイ。いい加減。あんたが落ち着きすぎるからさ、ジンジンがなんか太って見えんねん。じゃあ太って見えるわ、それは普通にして太って見える。ごめんなさい、ごめんね、びっくりした。びっくりしちゃった、ごめんね。ピアス可愛いね。ありがとうね、これリスナーさんにもらって。ほんまに可愛いね。私髪の毛も3センチ、ほんと美人だね。ありがとうね。何の媚び売り、何の媚び売り。ジンジンの好感度上げとこ、うん、ジンジンの好感度上げとこって言って、だから大きい声スピーカーかお前。そうや、私歩くスピーカー、放送局やで、ジンジン限定の歩くスピーカーやで、私。ほんまに、やっぱこのベートン、ベートン、ベートンじゃない。このベーコンポテトパイがあんたのね、やっぱ蓄えになって、だん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 こう大きく大きく育っていくっていう、ね、
一生懸命撮影してんのに言わんとってそういうなんか分かってんねんけど。いや素敵やんそれが。何が素敵やねんほんまに。いいやんか、だから痩せへんように頑張ってるわけやん。命の危機に近づいてるだけやんか。命の危機にならんようにちゃんと定期的に病院行ってるわけやからさ。最近行ってへんねん。行けよ。最近普通にブブがさ、うん、もし人間やったらどんな顔なのって想像するの、うん、その犬飼いでいうイケメンなのか、うん、人事なのか。そう、人によっては人事イケメンの部類のように見える人もおんねん。人事と付き合いたいみたいなさ、こういてはんもんな。それ見かけたの私も。いつ？最近 SNS でほんまに人事と付き合いたいって。女の子？女の子。いやほんと物好きみたいな、ほんまにして。でも人事とさ付き合ったらどういう感じになる？楽しいんじゃない？でも楽しそう、うん、毎日もうわわ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 っていうパーティーなんじゃない。ああ嬉しい、そう言ってくれてって思う。でもそういうのが好きな人もおるわけ。ちょっとって人それぞれみたいな感じ。それは誰に対してもわかるわかるけど、なんか言い出したら田中圭さんでも人それぞれよ。そんな、あ、なんで田中圭さんの、あんた好きやろ。だって田中圭さんのさ出演するさドラマとかが始まるたんびに私にさなんちゃらの出演おめでとうございますってくんねんけど、私田中圭さんちゃうからで。あの大喜利好きやねん。いや田中がやねんって。なんか田中圭さんの特徴別に言ってくんのね。最近もまだ来だした。うん、言うことによってまた来るのよ。そのメッセージ増えんねんの。ほら急げにせんやって。でも面白い、なんか仲いいなと思うっていう話は置いといて、うん、本当にどっから来たんだったっけ。ジンジンのこと好きなのは人それぞれっていう話。いやでもお互いと付き合ったらどうなんだろう。田中がと付き合ったら、田中がはほんまに家庭的やから普通に甘えれそう、田中がに対して男が。こうなんていうのか、母性本能が意外にあるし、あと仕事もやり手女社長やから、なんか社長じゃない。なんかこう家事もできるし、仕事もしっかりできるから、なんかこうほんまに幸せにできそう。ちゃうで、嫌がんねん私みたいな女をみんな。どういうところで？男の人ってさ、多分自分より欠けてる人とかさ、かかちょっと手伝いたくなる人の方が好きや。かっこよく見せたいからね、男は。そう、だから俺が上に立ちたいっていうさ、どういうことね、とかそういう系が多いや、うん、一般的にはさ。だから今までは彼氏できひんかったんや。私モテへんねん、だから。いやモテんねん、見てみや、だって周りモテへんやろ。なんか高嶺の花子って感じ。だって神社のトイレの花子、高嶺の花子やから、はい、なんか田中がには近づきづらいというか。そう、怖い雰囲気出してるからね。高嶺の花子やもん。高嶺の花子さ、高嶺の花子やな、うん、高嶺の花、高嶺の花子さ、高嶺の花子さって、それあの歌やから。ごめんなさい、高嶺の花やんか。バックナンバーさんやからさ、そうやな、うん、で、私はトイレの花子さん。コンコン持てないから、トイレの花子さんやから、みんなさ、面白いさ、怖い、待ってびっくりした。コンコンコンって、花子さんって、うん、やっぱ遊びましょうって誘われること多いもん、ね、コンコンされることないで。でも遊びましょうって、おさ、ない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 よ。待ってんなの、コンコンコンってないよ。あれ、いや、これ残り夜食べます。めっちゃ突然やな。ごめん、ちょっとメモリーカードがピコンピコンなって思って。そうなの、ごめんね。何その顔。せーの、バイバーイ。あ、今の顔するんじゃないや。